ユうヤ・ヤンバスは、鹿児島県のアンダーグラウンドを代表する画家、アートディレクター、ダンサー。作風は主にイラスト風の絵画。時に皮肉なメッセージをモチーフに描く。2011年からデザイン系の学校で芸術を学ぶ。2015年初古典、反転開催。2016年から2018年まで古典は、開催していたが作品が売れることがなかった。 2020年2月古典、ジガ像開催。2020年8月古典、マッドサマーヤンバス開催。日本における2019年、コロナウイルス感染症による、社会、経済的影響で娯楽が制限されている状況を、受け、夏に起こっている僕をコンセプトとしている。また初めての画集、ダーシー・オブ・ヤンバスを、制作、同点で見本を展示した。2020年11月、 リハーサルスタジオウォークインスタジオとのコラボ物販のロング T シャツを発表。2021年1月個展、サットヤンバス開催。2021年2月イラストレーターの吉佐小翼との二人展、サットアポップ開催。2021年3月、ロックバンド6ラウンジの楽曲、インファイトのミュージックビデオでメンバーにフェイスペイントをするアートワークを担当している。 2021年3月から突如、公式インスタグラムがアカウントロックされる。2021年6月、YouTube チャンネルを開設。2021年7月イベント、夕夜ヤンバスの300枚ドローイング描き終えるまで、帰れません。を開催。同イベントにて8時間で360枚のドローイング作品を描き終えた。2021年7月、滋賀県のイラストレーター。 ミスターファックスタイルによる初の個展 IAM ミスターファックスタイルをプロデュース。2021年8月個展天国へ行く方法を開催予定していたが新型コロナウイルス感染症鹿児島県緊急事態宣言発令を受け中止を発表した。2021年9月個展結局はキジゴクバットヤンバスを開催予定していたが新型コロナウイルス 鹿児島市万延防止等重点措置の延長を受け中止を発表した古典自画像から徐々に鹿児島のアートシーンで活躍するようになった。ありがとうございます。